赤い岩石は銀座目がついております。さあ担がれまして、さすがファンクラブの皆さんに担がれまして、イルマスカ登場であります。さあまだまだキリストファンが取り囲んでおります。なかなか入ることができません。山さん、それは皆さんにリンクの周りを一周してお披露目ですね。そうですね、やはりファンの声援に応えてますね。サービスを打ち取ります。アクセス能性ミルマスカラス。さあ、アクション、リルマスカラスが放送席にもやってきてくれました。そして放送席の方は今試合終わりました。鮮やかな一本取りましたジャンボ鈴田選手にも来ております。ジャンボ選手にもこの試合をご覧いただきまして、ミルマスカラスとの一戦、印象などを語っていただきたいと思います。しかしね、はい、ジャンボと握手しましたら気持ちがいいですね。いいですね。本当に握手した気分はどうでした？そうですね、なんかちょっと変な気分ですね。あ、変な気分、はい、対戦が控えておりますね。そうですね。さあ、日本テレビからロッキー畑、ミルマスカラス両選手に花束が贈られました。それにしても本当に鮮やかな真っ赤な色、ミルマスカラスであります。本当にね、来るたびに変わりますね。マスクが飛びました。ミルマスカラス登場。和製アメリカンドリーム、ロッキー畑であります。レフリーは NWA オフィシャルレフリーのジョー・ヒムスであります。さあ、鮮やかなガウンを脱ぎました。そして今日はグリーンのトランクス、赤いタイトをつけての登場、そして赤いシューズです。ゴールドのこのマスクが照明に照らし出されますね。そうですね、これがいわゆる彼のこのオフィシャルなファイティングマスクですね。さあ、久々の日本リング上9回目の来日であります。ゴングが鳴りました。ロッキー畑との初顔合わせ、30分日本勝負、早くも巻き投げ一戦。ロッキー畑に控え室で聞きましたらですね、やはりマスカラスとやるということでちょっと本人も緊張してるようでしたね。そうでしょうね。まあ、なんといってもね、体格ではリードしてても人気では向こうの方がはるかに上ということですね、はい。最近このロッキー畑もですね、ロッキーというリングネームがもう板につきましたんですね。そうですね、非常にね、やはりムード的にはいいですしね、本人もどん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 自信をつけてきてますね。さあ、早くも腕を取ります。メキシコ流のテクニック、非常に難解なテクニックを駆使しての攻撃を加えます。ミルマスカラスであります。8月12日、昨日15時26分、羽田着の飛行機で来日を果たしましたミルマスカラス。羽田はマスカラスパニックと言いましょうか、シビックファンが黄色い歓声でこのミルマスカラスを迎えました。さあ、バックを取ります。そのまま強靭なブリッジで、さあ、ピンホールの体勢に入るかどうか、まだ不十分のようです。まあ、やはりマスカラスね、はい、昨日本当に羽田に到着した時にですね、大変なその騒ぎに、ね、巻き込まれて、もうホテルに着いた時もくたくたの状態だったんですがね、まあ、一夜明けると今朝6時からね、ロードワークをやったそうです。もう銀座東京ホテルから、ね、はい、出まして神宮外苑まで走り込んだって、すごいですね。やはりね、打倒ジャンボに並々ならぬ執念を燃やしてますね。まあ、そういったところがですね、今日のその実力、人気というものを保つ秘訣なんでしょうね。そうでしょうね。常にやはり自分の体をいじめて、その鍛え抜くということでしょうね。さあ、早くもロッキー畑の両腕を取ります。今度は左の腕を攻撃目標と捉えまして、腰のあたりにも手を置きました。ミルマスカラスであります。ダブルアームロックになってますね。あ、片っぽになりました、はい、今。まあ、放送席の方ではジャンボ鈴田選手が熱い視線をこのリング上のミルマスカラスに送っております。まあ、記者会見の席上では体調がベスト、今回はこのジャンボ鈴田の UN というベルトに焦点を定めてやってきたということを誇らしげに語っておりました。そして体調はベスト、幾分この体重も落としてきたということなんですけれども、まあ、序盤戦見て山田さんどうですか？まだちょっと動きの方はね、わからないですがね、まあ、さっきジャンボの試合を見たときに、はい、ジャンボが軽かったんで、これはマスカラスとはもういい勝負になるなと思いましたね。相当絞り込んだんじゃないんですか、ジャンボさん。そうですね、ちょっと絞り込んだんですね。
もう体調は万全ですね、うん、ジャンボ鶴田選手も体調万全。万全です。8月25日あと2週間近くでやってくるわけですけれども、ジャンボ鶴田チャンピオン、体調十分であります。グランドでの展開、まあ、このジャンボ鶴田対ミル・マスカラスといいますと、たびたび言われますが、2人の対決、空中レスリングの決着を、まあ、はっきりとつけるんではないかというふうに言われております。鶴田のジャンピング2パット、先ほどの試合も炸裂いたしました。これがマスカラスの顎に炸裂するか、それともマスカラスのフライングクロスアタックが鶴田の胸板に突き刺さるか、そういった非常に興味の焦点が絞られます。さあ、うまいものを見せます。ヘッドシザーズホイップですね。そうですね、まあ、あれはヘッドシザーズホイップ、いわゆる頭が、自分の頭がリングについていますから、強靭なこの首の骨。そうです。しかもはい、クロスしてますからね。山田さん、どうですか、今のところこのミル・マスカラス、空中戦法らしいものは一つもまだ発揮しておりませんね。まだまだタイミングをつかんでないんですよね。ちょっと足攻めですよ。足殺しに行きます。非常にオーソドックスですね。まあはい、メキシカンの技としてはですね、はい、非常にオーソドックスなこのいわゆるブリーカー式の技、この足殺し、それから背骨殺しですね、はい、こういった技も多いですからね、用心しないと危ないですね。さて、今度はロッキー畑が上から襲いかかります。しかし、まあ、ジャンボとやるときにマスカラスはですね、はい、僕は寝技では勝負に出ないと思いますね。やはりどちらかというと離れての戦法で来るんじゃないかと思いますよ。やはりジャンボの方がね、体が大きいですしね、寝技になるとジャンボ有利ですからね。まあ、そういった一戦絡みでですね、このミル・マスカラスはロッキー・ハタを仮想ジャンボ・ツルタというふうに考えてみることもできますね。それはできますね。いわゆるロッキーの場合、はい、体格的にですね、かなり大きいですからね。足を取ります。ミル・マスカラスであります。まあ、しかしあれだけ大きいね、はい、ロッキーをさっきヘッドシザーズホイップで簡単に飛ばしましたね、はい、ああいう技はね、その直接的にゴールされる恐れはないけど、見た目技としては怖いですね。さあ、足を X 型にしまして、そのまま波乗り固めですね。そうですね、メキシコ流のスタンディング波乗り固めに入ります。あっと、これはキャメルクラッチ式ですね。サードロープに手を伸ばしました。今のラクダ固めですね。こういう技がね、メキシコ人よく持ってますね。軽快につま先でバックステップを取りましたミル・マスカラスです。ジャンボさん、どうですか、今までのこのマスカラスの動きを見ておりました。そうですね、やっぱり警戒ですね。警戒、まあ、相当体調もいいと思うんですね、はい、向こうのマスカラスもいいと思うんですけど、僕の方もいいし、だから25勝の戦いは非常に、おっとバックドロップ炸裂です。ちょっとですね、控え室と話したんですけど、カバーに入ります。おっとカウント中、この畑とですね、話をしましたら、このバックドロップ日本では初めて今見せたんですね。ああ、そうですね、はい、しかしちょっとマスカラスも不用意でしたね。バックドロップを食らいましたミル・マスカラス、そのままネックブリーカードロップを見せます。これは甘いです。まだまだ効いてないですね。カバーに入ります。ロッキー畑危ない、カウント中一戦いたしまして、ロッキー畑が優位の立場を取ります。まあ、マスカラスがね、はい、フライングクロスアタックで出てくるか、あるいはその連発式のドロップキックで出てくるか。ただね、ドロップキックに関してはね、私はジャンボとの比較でね、はい、ジャンボの方を上と見てますね。上と見ておりますか。いわゆる連発式のね、ものがうまく決まれば、これはマスカラスに相当威力があるんですが、一発の威力ということになると、もうジャンボの方がはるかに上ですね。飛距離も長いです。ちょっと先ほど話が途切れてしまったんですが、ジャンボさん、いわゆるマスコミの皆さんがこのマスカラスとの一戦は空中戦必至だというふうに見てるんですが、どうですか、試合をやる意気込みとしては。そうですね、空中戦になるようですか。やっぱりそうなるでしょうね。なる。ですから向こうがそういう戦法で来たら、こっちも同等と、やっぱしそういう戦法でいってやろうと思ってる。受けて立つということですね。力強い宣言をしてくれましたジャンボ鶴田さんであります。あります、面白いですね。なってきましたね。控室でのインタビュー、ジャンボさんに試みましたけれども、本当にこの
マスカラスも一分待ち遠しいという感じを受けましたんですが、どうですか、8月25日、自信のほど、ズバリ全国の皆さんにお願いいたします。そうですね、必ず勝ってみたいですね。必ず勝ってみたい。勝ってみたいから、必ず勝ってやるにしたいですね。あ、勝ってやるにしたい。ますます頼もしいジャンボ鶴田選手であります。放送席で熱い視線をこのミルマスカラスに送っています。このマスカラス、このジャンボ鶴との熱い視線に気がついているかどうか。空中戦必死の8月25日、東京電源コロシアムの UN タイトルマッチ、どうぞご期待願いたいと思います。まあ、それにしてもね、はい、ジャンボがね、放送席にゲストで座ってるのを見つけてですね、堂々と握手をね、求めてくるところはね、やっぱりね、その世界的なヒーローと言われるね、マスカラスだけありますよね。まあそれを受けて去ってジャンボもね、にっこりとね、握手を返したと、はい、この戦いはそういう意味でね、本当にもうね、気持ちがいい、もう堂々と戦ってくれるんじゃないかと、今からワクワクしますね。そうですね、挑戦士の持てる実力、そして、テクニック、それからですね、まあ、けれんみのないファイト、けれんみのないファイト、こういったものがですね、もうプロレスの真髄というものを見せてくれるに違いないというふうに思いますね。そうですね、まあ私ね、はい、いわゆるスカイハイのミュージックに乗ってる、はい、マスカラスが出てくるということでね、プロレスも随分変わったなと思うんですがね、それ以上にね、やはりマスカラス流、そしてジャンボ流というファイトがね、本当に近代プロレスのね、もう幕開けじゃないかと思いますね。その辺までも考えられるということですね。新しい時代のプロレスというものはこういうもんじゃないかと思いますね。さあ、ロッキー畑に攻撃を加えます。ミルマスカラス、日本におけますマスカラスの総合成績はシングルマッチは77戦61勝3敗13の引き分け、タッグマッチはちょっと成績に落ちます、48戦8勝39敗、9敗1つの引き分け、まあ、シングル部門での勝率はですね約9割、シングルで負けたのが3回です。デストロイヤーとの因縁絡みの試合で2回、不本意ですが、ミルマスカラス不本意な負けを喫しております。そしてアントニオ猪木に1回という、まあ、3敗があるんですが、勝率9割、こういったものは非常に素晴らしい成績ですね。この勝率というものはね、もう生々な実力では挙げられません。まあタッグでのことはね、これはパートナーもいることですし、ただその中でデストロイヤーに帰した2敗ですね、これも不本意という言葉がありましたけれども、はい、内容的には決してね、その劣った負け方ではありませんね。非常に一種のアクシデント絡みと言いましょうか。さあどうか、シングルマッチセミファイナル30分一本勝負、ロッキー畑とミルマスカラスの発火を合わせ、さあ足を攻撃目標に捉えます。そしてそのままピンホールドの対戦に入るかどうか、エビに固めてますね、はい、こういったメキシコ流のテクニックは非常にうまいものがあります。粘っこいですね、はい、おっとマスカラスがエプロンに上半身を出しました。すぐその下はリングであり、リングの外マスクが敷かれております。攻撃を加えます。ロッキー畑、右足の付け根をさすっております。ミルマスカラスであります。パンチを落とします。さあロッキー畑、ブレンバッターの体勢に入ります。どうか、そのまま放り投げた。大技を見せますロッキー畑。やりますね、やりますね、発火を合わせ、非常にいいものを発揮しております。さあロープに飛ばしてカウンターのドロップキック炸裂。マスカラスどうしたんでしょう、ちょっと首を振っております。そしてそのままスモールパッケージホールド、いや体を入れ替えた、崩れました、崩れました。まだまだマスカラスどうでしょうか、ダメージの方は。いやまだ大丈夫ですね、はい、ロープに飛ばしました。そしてフライングクロスアタック炸裂、初めて見せます。9回目の日本来日、フライングクロスアタック2連発。さあそのままコブラツイストに入ります。絞り上げます。フライングクロスアタック、空中空手十字打ちが2連発ですが、おっとロッキー畑うまくロープに逃れました。コブラはちょっとね、相手が大きいだけにね、うん、難しいですね。体を入れ替えました。そしてショルダースルー、さあ見せます、コーラーマット最上段です。さあ呼吸を測っている、呼吸を測っている、ダイビングボディアタック炸裂、どうか、一発
決まりました。まさか最強十分です。やりますね。そうですね、先ほどのあのフライングクロスアタックもですね、はい、今のダイビングクロスも距離が長いですね。まあ距離にして4メートル近くでしょうか。コーナーマットの最上段からダイビングボディアタック策です。まあ、そのままこのロッキー畑を抑え込んだんですけれども、まあ、この空中戦法、先ほどもジャンボスルー選手が放送席で言ってくれました、やるからには絶対取るというこのミルマスカラスとのジャンボスルーとの一戦、ますますこう胸がワクワクいたしますね。そうですね、非常に好勝負が期待されますね。最後に一言、ジャンボさん、これからですねダイビングボディアタック、スロー VTR が出ますけれども、はい、ご覧になってどうですか、印象は。そうですね、間もなく出てきます。ちょっと見てみますか、はい、ショルダースルーを見せます、はい、そしてそのまま呼吸を測りましてコーナーマスト最上段、ここからそうですね4メートル近く、さあ呼吸を測っています。そのまま大きく空を飛びます、はい、さあそのまま抑え込む、カウントは3、一発で倒したんですが、はい、ジャムさんどうですか。そうですね、やっぱしあれをなんとかかわさないとダメですね。かわして絶対空中戦で決着をつける、このようなジャンボ鶴田選手の感想です。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は越谷市体育館より全国31局を結んで